どうぞです。いろいろ実況やっていきたいと思います。前回ちょっとね、縛りちょっと無視してたみたいで、ドワンゴこいつ合体するも入ってました。で、モントナーですけど、これ死んだら、こいつが配合しないといけないってことにします。なんかややこしいんでね、誰か代わりに捨てるっていうのも。モントナーが死んだ場合は、モントナーを配合するという、絶対に。という縛りに変更します。若干ね。だからドワンゴだから死んでもらえますか。行ってこい。ん？あ、ドラソルかよ。ランク B やんけ。ランク B いらんねん。タイガーランスか。アイアンタートル結構おもろそうなんやけど。キライプ。ブリザード、アイアンタートル、ヴァンパイア。ヴァンパイア珍しいけどいらんな。まさかリカッツ、いい出来。シルバーデビル。シルバーデビル。まあ、アイアンタートルかな、俺的には。なんとなく。それがタイガーランスで、このプリンスゲットしてもいい。あ、タイガーランスでいいかな。プリンス結構面白い。うん。バイキルとて、あ、ダモーレ切り。まあ、別に面白くもなんでもなかったな。ただ、獣道絶対いるし、守備力アップ絶対いるし、脱力切りか。このホイミ覚えとくんでかいんやな、ただ。控えやからな、こいつ基本的に。控えはホイミ覚えとくんでかいんですよね。いいね、こいつ。ケンタウロスね。ケンタウロス。ケンタウロスね。よし、もうそのまんま行こう。シンプルイズベッシュ。ベッシュとね。うん、オッケー、オッケー、これでオッケーですね。さて、次なんですが、まあ氷の世界に行くっていうのがもう次の目的になるんですけど、1日経ったんでメタルエリア行っておこうかなと思います。軽くね。おい、光る。あ、いや、オッケー、じゃあな。とりあえず、メタルエリアの鍵は絶対に一日行っときましょう、一回ね。これも動画でもね、やります。なんでかって言ったらね、もうね、これカットするのもめんどくさいしね。まあ俺はもうこの時間すらも楽しんでるんでね。関係ある。このレベルアップの瞬間をね、やっぱね、分かっちゃうべきだと思うんですよね、やっぱね。全員でね、共有する。この気持ちを、リスターの皆さんと、おっしゃー、先制攻撃できるで、絶対で。ラッ、よいしょ。いいね。もう一回行動しろ。いける。いけるね。いけるしかばね。痛い。強いな、結構。いけるしかばねって言われたら俺のことを舐めるな。おら！やばい、おい、おー、ナイス。危ねえ、危ねえ、危ねえ。手抜いたら終わった。よっしゃ、危ねえ。よし。大丈夫や。これやばない。メラ見せたら終わり、ほんまに。マジで。うわ、マジかよ。よし。少な。経験値少なすぎひん？メタル。うわ、HP 上がりすぎやって、熱心。ねえ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 、熱心に行きたいところだけども、ちょっとやばすぎるよ、これは。普通にやばいよ。連続もちょっと。こっちこらへんやんけ。おいしょ、5つ。ほら、使ったらんかい！しゃ、力アップしろ、力アップしろ。力5万ぐらいアップしろ。5万、全然アップせへん、力。いや、もう関係ない、使ったるぞ。なめんな！ほら！ HP50 上がるやんけ。ほら！しゃー、エッチな本。エッチな本は使ったか。エッチになってまうからな。これ以上エッチにしたらあかんわ。これ以上熱心をエッチにしたらあかん。こいつも十分今ですよ、エッチやから。メタルシャーメン出てこい。頼むや、やめろ。変なやつ。やめろ。だる、絶対封じできるんやけど、まず、間違いなく。なんでメタルなんだ、似たおんねん。アンキャルガイ！
関係あるかい。痛え、守備が弱い。痛え、くらえ。なんでなんで、何攻撃し、こいつ2回砲でやめろって。お前熱しげ、うれぇ、おっしゃいっす。あれ、開始の刺激分かりにく。レベル上がらんた。熱心やばい。レベル上がらんたぞ。音じゃかよ。音じゃめんやけどさ。強いんですけど、強いんですけども、守備力上げな、これあかんでしょ、これ。え、早っ！びっくりつけばまずいやん、メタルエリア。意味ねえ。そして、モントナ、配合するはめあった。はえー、モントナ配合早っ。縛りないよ、変更した瞬間、速攻死んだで、あいつ。ただ、熱心はもう、アイテムの力でレベルアップしたからな、熱心。熱心な。熱心に別に練習してないから、熱心が。熱心だいぶ楽したからな。誰か出したしようかな。まあ、もう誰でもいいやんけど、正直。金玉とかやめとこう。もう、とりあえず誰でもいいやんけど、とりあえず。ベートーベン。ただ、ベートーベンとか出したら一番強なるやろうけど、いや、強くしときたいな、これ。でも、こんないっぱい持たれへんから。でも、この辺気に先取っか、ちょっと無難に。まあ、あんま使えそうにない。こいつ、もうトップ事情いらんか。オッケー、わーん。ミスタークイブ。行ってくるわ、じゃあ、おじいちゃん。じいちゃん、さよなら。ありがとう、じいちゃん。ちょっと俺は、兄弟でやっていくわ。兄弟でやっていきます。熱心とこのお父ちゃんの兄弟でやっていきますから。行くぜ、おら、氷の世界！氷の世界、いきなり敵強なるからな、これ多分。まあ、ただ熱心はこれ結構強いから、言うても。言うてもこうやって強いから、多分大丈夫でしょうかな。来ました！氷の世界です！やった！俺も多分ランク C 以上が出てきますね、この人からなってから、多分おそらくですけど。あ、懐かしい音楽するな、これ。この音楽ね。広大な、広大で果てしなく広い、地球に生まれたことが奇跡。浮かんできたこれたちのメロディーに。後ろなんかおったはずやねん。おった。会議中やで。こいつがランク C ぐらいだった気すねん、ゴートのが。コメントあったよね、確かコメントで。誰かコメントでくれとったよな、ランク C のゴートとかもいますよと。まず強さを確かめてみるのが大事です。行ってこい。レイ！オッケー、いける。熱心強。うまっ、経験値。メタルスライム関係ねえや、あんまりもう。めちゃくちゃうまいがな、経験値。あんたさん、これめちゃくちゃうまいがな。ここでレベル上げした方が早いがな、ここでレベル上げした方が。たろかい。行きまーす。ある日、森の中、山さんに、出会った鹿でした。踊ってるとこ悪いね、ドーン。チュドーン。行っちゃいなさい、君たち。まあ、作戦でこれはもう、特に使うので、行きましょう。えい、弱っ。やれー。うわぁ、バーッ、強っ、熱心強すぎるで、これ。ほんまに。真面目にこいつ、お前、練習せよ、お前、熱心によ。ほんまに、幸せの際が食ったあかんぞ、お前。反則やぞ。お前みたいな強いやつが幸せの際に食うなんて。ほんまに。反則にもほどあんがな、お前。レミボンヤスキーがほんま、お前。10時間のハードアクションみたいなもんやで、ほんま。それで相手は素人で、練習時間1時間勝てるわけあれへんがな、こんなもん。だろかい。おい、雪見大福？しばやったろか、雪見大福。いらんか、雪見大福。いったれ！今はレベル上げや。これな、この間ってか多分スカウト率がめっちゃ急に落ちんねん。だから、スカウトしようと思ったら結構厳しいというか、しんどいんです。お、スピード買っとる。ナイス。でかい。熱心にスピードがあったらだいぶ強なるな、これ。スピード上げるか、熱心。どうやって上げたんや、これ。レベルやな、でも。結構レベルアップするな、ここ。ヒールポイント割り振って、ケンタ、熱心めっちゃ、余りすぎやろ。これで一撃めっちゃ上がったはず。
ダウナー。エンタウロスはプリンセスで、まず本名覚えます。で、あとはもう普通に脱力切り持ってるんで、守備力をとりあえず上げときます。こいつもまあ別に鉄壁上げとけば OK ですかね。ヘンマスは、まあ、脱力切りいるな。まあ、守備必要か。守備なくて死んだからな、結局な、こいつ。全員守備がいるね。あ、遅いな。99って、やばいやろ。ほんまに。泥目かいな。そんなバカな。いきますか。トゥ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 ントゥン。トゥ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 ン。武器買いに行くか。武器でちょっと素早さ上げたいな、熱心の。あいつ、装備的に、素早さ上げる系の装備じゃないんですよな。しかもあいつプラスついとる武器やから、多分変えられへんと思うね。あら、そんな大したことない。これちょっとそう、あーでも、鉄鋼火器強いな。なるほどね。アルチザン。ああ、まあ、選んか。もう正直、熱心が負けたらもう、このチーム終わりやからな、はっきり言うけど。うん。あと、俺思ったのがね、一度死んだモンスターは配合せなあかん、プラス、もう二度と使われへんっていうルールでいこうかと思うんですよ。例えば、熱心死んでもう一回熱心作ったりっていうのなしにしようと思うんですよね。そしたらちょっと面白くなくなってしまうと思うんで、熱心が死んだらもう熱心は使えないと。配合して熱心以外になるしかないというね。そういうルールにしようかと思ってるんですよね。そしたらいろんなモンスターを使う羽目になるっていうね。羽目になるっていうね、もうね。羽目取りですよ、こんなもん。ある意味ね。ほんまに。逆羽目取りみたいなのがあります。おら、登山かい!あ、おか!あ?なるほど、鉱山行けと。なるほど、なるほど。わかってます、わかってます。わかってましたよ、僕は。鉱山行け言うんでしょ、結局ね。そうなんですよ。結局、コキ使ってくるんですよ、ドラゴンクエスト側はね。ほんまに。鳥山明も目向いてまで、ほんま。行くかい。さてさて。ん?はい、スノーミランで、ゴートの行くか。ゴートの経験値くれるか、こいつ倒しとこう。しばいとくん大事で。軽く踊ってからしばく。これもレベル上げはね、大事なんですよね。基本、もうな、HB 熱心2チーム高すぎひんか ?500 あるぞ、こいつ。こいつマジ強えな。HB だけ言ったらな。しかもこのため来てボディか、ため来て、じゃ、魔法トラ攻撃?だめなんだっけな。ためトラ攻撃か。めっちゃ強い、これ。タメトラ持っとん強いな、このサイズで。このサイズでタメトラ持たれたらもう終わりやわな。ほんまに。一巻の終わりやで、ほんま。一巻の終わりー。さーて、どこだ、これは。ふふー。エサ?ぽくない。え、なんで、早い!普通、あ、早い!弱い。うらっ!もういっちょー!オールバック!頼むよ。赤行ってくれよ、さっきの。頼むよ。だいだいだい。よっしゃ、行ってこい!聞かんぜ。んー、熱心!強いなー、熱心。強すぎるで、ほんま。ドルルン。ぷっぷーん。レベルがアップした。俺はめちゃくちゃ嬉しいけど、なんとも言えない感覚でーす。ガツ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 。ガツガツした男は嫌われるぜ。精霊の泉ですね、ここは。ありますね、鎧が。光る、光る。私の声が聞こえますか?これお母さんですね。と見せかけて、女神フローラです。お綺麗な方ですね。もうアナと雪の女王に出てきそうですね。明らかにね。精霊です。泉の精霊。ほう。大空の盾を、あれですね。盾ですね。任せろ!奇跡のモンスターマスター。お。精霊の証をもらいました。これでかいですね、これ。この精霊の証が後で効いてくると。これを持ってたら、
ほうほうほう。オッケーオッケーオッケー、任せて。これで城入れるようになるみたいですね、ノースで行くと。はい、イベント発生しました。というわけで、ルーラーしましょう。ノースでに行きます。オッケー。これで精霊ネズミは行けるようになったんでね、オッケーですね。短縮できます、これで、もう時間を。このルーラーがまあ便利なんですよ、これ。しかもこれモンスタースキルじゃなくてプレイヤースキルにしてくれてるってのはでかいんですよね。モンスターにわざわざルーラー覚えさせなくていいっていうね。これは結構でかいと思います、俺的に。考えましたね、よくね。イルカガーもね。さすがね、神ゲーと言われるだけありますよ、このゲームは。どけい！くぅ、なんやて。そうきたか。あ、鉱山か。王様の方行かなかんみたいな。直接直談判してこいと。俺の、プレゼン能力見したろかい。行くぞ！やめろ、ついてくんな、スノーム！でる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 。はい、封じした。先生率アップついてるのでかいっすね。これ、先生率 100% ですからね。ヤッフー！ヤッフー！ヤッフー！強いね。さ、熱心レベル上がりにくすぎ。どうにかして、マジで。熱心のレベル上がりにくさ、どうにかしてくれ、マジで。守備がいいんねん、とにかく。24上がる？絶対いるわ、これ。守備上がれば勝てるからな。一番怖いのは負けることやねん、やっぱり。やられるのが一番怖いねん。あれちゃうな。ダーツルフェンが後で待ち構えとるわ。まあ、ここは慎重に行きます。もう多分熱心以上に強いの作る言われてもなかなか難しいんで。今現状ね。ここ熱心が崩れ去ると結構痛いんですよね。まあ、熱心が苦手としては何かって言ったら、対1な、1だと思うんですよね。全体攻撃は意味なくなってしまうんでね。一体相手だと。だからまあ、それまでに、ちょっとまずね、サブのモンスターをもっと強くしておきたい。この弟ですね。弟が強くなればね、バイキルトかけて、結構いけると思うんですけど、とりあえずこれで、ルーラチンを作っとくと。はい、国境の鉱山前。まあ、これ大事ですね。ルーラ繋いでおくってことが一番の、一番と言っても過言じゃないから大事なんでね、俺にとってはね。さてさてさて、イベント起こしますか。まあ、次ここに侵入します。もはや侵入です。え？なんで？え？あれ？なぜ？なぜ？精霊流しもっと入られへんで。え？さっき王様のとこ行くってこと？どういうこと？ちょっと待って。迷った。なんかイベント発生するとこあるんか、これもしかして。なんか怪しいぞ。おれ！万年雪？何これ万年雪って。あんま聞いたことない名前やな、万年雪。こっちの家か、もしかして。あ、こっちに入ったらさっき。待って、なんで入れへんのこれ。なぜだん？いけたー心は失礼しました。あ、通しとけお前ほんま。迷ったやないか。どけい！ドゥルドゥルルル、今から王に会いに行く。大臣つるっぱげい。ん、そなた誰だ？ほうほうほう。お、イベント発生しましたね。はい、来ました、王様です。ヒゲモジャね。もうめっちゃヒゲモジャ。よく聞くわよい。結構優しそうな王様なんやけどな、ラチガがそこでた。これよりノーズでは全兵力を上げ、西の国ウェスターネに戦争を仕掛ける。我が国の金を奪うとするウェスターネに目に物を見せてやるのだ。結構怒っとるで、ご立腹かいで。
おい、何しようね、お前行きよ、自分も。神父。ご加護あらんことを言うて。この歩き方するだけで体力使ってますわけよな。お、目つけられた。はじめまして。おい、鹿とかや、この王様。蹴り飛ばしたろか、ほんま。あの頭の上の冠だけ蹴り飛ばしたろか、ほんま。ほうほう。任せんかい。まあ、確認しようか、一応いけやれんな。おい、いけるんかよ。うん、10分。まあ、次、鉱山ですね、これで。まあ、一応言っときますか、一応ね。無駄だとは思うんですが、喋っときましょう。あんまり意味ないとは思うんですけどね。なんだ、お主は。このおさん、バカやな。ほんまに。さて、鉱山行きまーす。ふわーん。これで鉱山行って、多分ボス戦ですね。おそらく爆弾岩と戦うことになったはず。なんですが、まあまあ、勝てるかな。まあ、多分バイキルトが出るんでいけると思うんですけど、まあ頑張りたいと思います。まあ、メガンテとかされた時に耐性持っとるかがポイントやね、でもこれ。耐性持ちこいってどんだけ持っとる？メガンテはザキ耐性激減。はぁ、マインド激減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 。だいたい激減までいっとるから、多分大体は効かへんはずなんやけど、まあいけるかな。まあ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 、多分大丈夫で勝てる。こんだけ立ちたかったら、まあまあ大丈夫でしょう。はい。というわけで、とりあえず今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。